EOSR システムはキャノンが映像表現と撮影領域の拡大を狙い RF レンズを各としてフルサイズミラーレス一眼カメラで使うことを想定して新たに開発したイメージングシステムである2018年9月5日に発表マウントシステムには新開発のキャノン RF マウントを採用した本システムを採用した 初号機は2018年10月25日発売のキャノン EOSR。EOSR システム初号機である EOSREOSR システムを象徴するキャノン RF マウントでは EF マウントの 57mm の大口径マウントを継承しショートバックフォーカスを採用している。また8点だった電子接点の数を12点に変更し高速 大容量な通信ができるようになっている。EOS-R システムでは、デュアルピクセル CMOS AF を用いて 35mm フルサイズカメラにおいて、世界最速0.05秒の AF スピードを実現した。また選択可能エリアも EOS の中では最も、広い横88%縦100%に拡大されている。即興エリア全域で F8。 F11 高速対応 AF が可能。広角ファインダーでは実現できなかった、世界初 AF 低軌度を証言解 EV-5.6 を実現。また、新たに FV モードを搭載しており、すべてをオートにした状態では、プログラム AE となり、絞りをオートにすれば、シャッタースピード優先、シャッタースピードをオートにすれば絞り優先モードとして、利用できる。 小型軽量化を意識して開発された。ありがとうございます。